乗るときにね、日本の新幹線ってすごいですよね。そのもう半世紀以上にわたって人身事故がない、こんなことはもう世界中考えられないような乗り物なんですけど、あれのドアの前に立ったときに、あのドアの幅では日本人用の車椅子がギリギリ乗れるドアの幅なんですよ。あれね、ちょっと大きい人用の車椅子だったらもう入らないんですよ、畳まないと。それから電動だと全く乗れないということは、あのドアはユニバーサルデザインではないね。そうで、あれをもっと大きくしていって、それで中をあんなぎゅうぎゅうにみんな座らんで、もっとゆったりと、で料金も上げればいいんですよ。そので上げて、で車椅子で行こうが何しようが中でゆっくりと回れてみたいにする。でそれで要は車椅子を使わない人にとっても新幹線のシートがゆったりとしたものになる、こういうものがいわゆるユニバーサルデザインだと思う。でそれは物理的なものもそうだし、ものの考え方も全部ユニバーサルデザインになっていかないとあかん。僕ね、よくね、そのどうしたらそんなものの考え方ができるんですかっていうことを聞かれるんですよ。あの俺の言ってることを賛成したのを言うて、言ってるどうしたらそんな考えが出てくるのかを言うの。それはお前には無理だから俺の言うてること聞けって言いたいんだけど、そう失礼やから言えないですよ。その僕随分言いました。無理ないから言われた通りやれみたいなことないけど、それをそうやるってことはね、何かと言ったら、これね、僕ね、なんでそんなことが僕はできるかって言ったら、僕常にユニバーサルデザインを考えてるからです。そのだから誰かのためっていうのではないんですよ。そのみんなにとっていい素敵なこと、それを考えようとしてたら結果として人の考えてないの。要はみんなはね、バリアフリーを考えてないと思うね。だからその向こうに行けないね。で例えばオリンピックの種目でもね、東京オリンピックの時に僕は言うた、結局彼らは誰もそれを俺の言うたことを採用しようなかったけど、例えば駅伝っていうのがあるわけですよ、日本のね。で駅伝っていうのは世界陸連も駅伝っていうのは認めてるわけです。マラソンの 42.195 キロを区間を分けてタスキでリレーをして優劣を競うのを駅伝と言うてるわけで、タスキでつないだらやるやん。その駅伝っていうのがあって、これが世界が認めた陸上競技になった。でこれをですね、僕はどうすればユニバーサルデザインになるのかって言った時に、これを例えば第1区は5キロ、これはもうフリーで走れ、でその国で一番速いやつが1区を走ります。だからもう 5000m のオリンピックのスペシャリストが来ますよ、一番速いやつ。でその次5キロは車椅子を使って一番速いやつが来い。でこれはね、車椅子を使って走るだけの話で、車椅子で暮らしてるやつが代表になるのではないねんか。その要は俺が速かったら俺がなるわけ。ところが多分普段から乗ってるやつが速いねん、やっぱ残念ながら。だからあなたは車椅子で暮らしてるからではなくって、車椅子を使って5キロを日本で最も速く走れる人だから代表になるんです。さあその次の区間は、例えばアイマスクをして走る。僕ね、高校の時に一回やったことあるの。彼アイマスク出て走れたもんやないで、もうどっちもいっ音を頼って走れって言うんだけど、どっからしてるかがわからへんな。このここ聞きにくいなら聞きやすいなのがあるのかな、あれ。で隣の音が自分の音がわからへんの。やっぱりね、それも普段から見えんやつが早いね、やっぱり。それ1キロとかやったら、もう1キロなんてとてもやないが、普段見えてるやつがアイマスクしたら走れん。でも普段から見えてないやつは1キロでも1キロ、こういうことなんです。だから
普段から目が見えない人が選ばれてるわけではない。アイマスクをした時に一番速いやつが選ばれる、こういうこと。で最後はね、どうなるかってね、市販されてる三輪車ってあるやん、あれで 400m 一番速いやつがこう言うたらね、だいたい幼稚園の年長さんこいつらが速い、後のやつはほとんど走れん、大人やったらすぐ壊れんねん、市販されてる三輪車や。ほんでそれらでもって世界の代表で、どうやこれ障害物駅伝で、これでやるとね、要は障害を持った人に対する配慮は一切ないね。そのたまたま障害を持ったやつが一番早ければ来たらええ、 それはやっぱりみんなで競ってもらわなか、代表になるためにというね、こういうこと。これが要はユニバーサルデザイン、オリンピックのユニバーサルデザインとはそういうことだ。でもこれをね、バリアフリーにするとか言うんで、そうするとね、今回の東京オリンピックでなんでこの議論が進まなかったかって俺分かんない。東京オリンピックはまだね、パラリンピックとオリンピック分けとるからね、どっちでやるかいう話だ。どっちも入っとるわけや、これそのどっちでやっていいか分からへんやけん、そのね。でもそれが融合されていって初めてそので楽しいやん。もう最後ね、スタジアムで 400m 子供、幼稚園の子がね、三輪車こぎ出しとったらね、もう順番みたいな泣きよるやつがおると思うね、途中で歓声がうるそうでほんで反対向きよるやつがおる、もうそれをなだめてすかして 400m 走らせなあかん。ほらもうね、誰が金メダル銀メダル、そのどうでもええ、そのなんという感動的な最後か。もう国立スタジアムがこんなに湧いたことがないっていうことに僕はなるだろうって想像してるんだな。これがユニバーサルデザインなんですよ。でそうやってあらゆることに対してユニバーサルデザインっていうのは何か、バリアフリーはあかん、バリアフリーっていう言葉すらもう出てこなくなるぐらい俺は忘れてんね、という。これがね、本当にそのでそういうふうに考えてごらん。そしたらね、いろんなこと考えられるって、あのもうね、努力してみます。それではあかんやろうな